こんにちは、のりたろうです。今回はウナとライオン3グレイセスの価格の高騰で話題沸騰中の彫刻家ウィリアム・ワイオンの残した作品のうち高額なコインのランキングトップ7について、ウィリアム・ワイオン高額コイン神7と題してランキング形式で発表したいと思います。私はコイン投資初心者ですが、以前コイン投資を始めてみるといろいろと気づいた点がありましたので、重要だと思った点について発信しております。で、まずこのコインのことを知らない方に、ウィリアム・ワイオンってそもそも誰というお話が出てきそうなので簡単にご紹介します。ウィリアム・ワイオンさんはイギリスの王立造幣局ロイヤルミントで1828年から1851年の亡くなるまでの間、主任彫刻家などを歴任して数々の名作を手掛け、イギリス貨幣の歴史に多大な影響を与えた人物になります。今年2月にイギリスのロイヤルミントよりウィリアム・ワイオンさんがデザインした傑作の3グレイセスの金貨銀貨の復刻版が発売され、大変話題となりましたが、昨年はこちらもウィリアム・ワイオンの傑作と呼ばれるウナとライオンの復刻版が発売されて大変話題となっていました。これはどちらもロイヤルミントのグレート・イングラバーズシリーズの第1弾と2弾として発売されたもので、ウナとライオンが第1弾で2019年、3グレイセスが第2弾で2020年の年号で発行されており、2021年に第3弾が発売されるのではないかと期待が高まっております。そこで今回は過去の数あるウィリアム・ワイオンさんの作品で最近のヘリテージオークションの落札価格の高い順に高額コイン神7と題してランキングを発表したいと思います。それでは神7の発表に入る前に選考基準をお話しいたします。ランキングは金額での比較をしています。ということで今回のランキングは高額ランキングということで、金額でランキングしています。であと金貨も銀貨も同列で比較ということで、まず銀貨しか発売されてないものもあるんですが、今回は金貨も銀貨も同列で比較しております。で、続いてヘリテージオークションの直近での価格で比較ということで、今回ヘリテージオークションだけで、なるべく直近の価格を調べたものを基準にしております。続いて英国領であったインドも含めたということで、この頃はイギリス領としてインドがありまして、東インド会社から、数々の素晴らしいコインが発売されておりますので、こちらもランキングに入れさせていただきました。で、グレードはまちまちということで、なるべく高いグレードのものをピックアップしておりますが、発行枚数が少ないものはそもそもオークションでの取引が稀なので、なかなか同列のグレードで比較は難しいのでご了承願います。また200年ほど前のコインとなると、特に銀貨などはトーンと呼ばれる色味が出てきて、価値が増したりするので、グレードだけでは判断できない難しさもありますので、その点でも同列に比較することは難しいということをご理解願います。で、最後に私がざっと調べた範囲のお話ですということで、こちらを了承いただいた上で、ランキングの発表に入りたいと思います。それでは参りましょう。7位から発表したいと思います。それでは参りましょう。ウィリアム・ワイオン高額コイン神7、第7位、1847年ビクトリア・ゴチク・クラウン銀貨ということで、こちらのグレードがプルーフ63で43,200ドルで、日本円で4,737,744円ということで、発行枚数が8000枚で、2021年の1月21日の落札価格になります。で、ゴチック・クラウンが7位と驚かれた方も多いと思いますが、他の多くは金貨が相手なので分が悪いのもありますが、発行枚数も比較的多いので、8000枚と結構多いので7位となっているのかと思います。ただし銀貨だからといって必ずしも分が悪いかというと、そうでもないことがこの後のランキングを見てわかると思います。それでは続きまして第6位、
1835年ジョージ4世ライオンとヤシの木ワンモハール金貨ということで、こちらが MS63 グレードで、金額が5万400ドル、日本円で552万7368円、で発行枚数が2万9000枚、2020年4月24日の落札価格になります。こちらは発行枚数が2万9000枚と多いのにもかかわらず、大変高額で取引されております。しかもワンモハールはわずか 11.66g と割と小型なのですが、トップグレードということでこの値段がついております。続いて、ウィリアム・ワイオン高額コイン神セブン第5位。1835年、ウィリアム4世ライオンとヤシの木2モハールズ金貨ということで、こちらは AU50 グレード、金額が9万ドル、日本円で987万300円となっております。で発行枚数は1170枚、2020年8月5日の落札価格になります。ということで、先ほどに続いて東インド会社から連続で出ましたが、こちらは金額では先ほどの倍の金額になっており、しかもグレードが AU50 と低めですが、発行枚数が1170枚と少ないのと、重量も 23.32g と先ほどのワンモハールの倍の大きさがあるので、値段が倍近くに跳ね上がっております。このあたりになってくると、全く現実味がない金額に突入してまいりました。さあ気を取り直して続いてまいりましょう。ウィリアム・ワイオン高額コイン神セブン第4位、1826年ジョージ4世5ポンド金貨クラウンドマントということで、こちらはプルーフ63で、金額が19200ドル、日本円で2105万6640円になります。発行枚数は150枚、2021年3月26日の落札価格になります。ということで、値段が先ほどの倍以上に跳ね上がりました。やはり発行枚数が150枚ということで、幻の金貨とも呼ばれているそうです。発行枚数が少ないと値段がこのように一気に上がりますね。さあ続いて、残りいよいよわずかとなりました。だいたい予想がついている方もいるのではないでしょうか。ということで、それでは参りましょう。ウィリアム・ワイオン高額コイン神セブン第3位、1831年ウィリアム4世5ポンド金貨クラウンドマントということで、こちらのグレードはなんとディテールズですが、28,800ドル、日本円で3,158万4,960円ということで、発行枚数が100枚、2021年3月26日の落札価格になります。こちらはディティールズでグレードがついていないにもかかわらず、驚きの落札金額です。やはりこちらも100枚しか発行されていないので、ほとんど出回らない幻の金貨となっております。先ほどのジョージ4世もそうなんですが、マントの質感が本物の柔らかい生地であるかのように、圧倒的な存在感を放っておりまして、現在の技術をもってしても再現不可能なのではないかと言われているぐらいのものになります。さあそれでは、ここまで来ると残りは皆様お分かりかと思います。最後に2位と1位を続けて発表いたしましょう。ウィリアム・ワイオン高額コイン神セブン第2位、1817年ジョージ3世3グレイセス銀貨ということで、プルーフ65、31,200ドル、日本円で34,217,040円と、発行枚数は市中価ということでごくわずか、2021年3月26日の落札価格です。そして第1位は1839年ビクトリアウナとライオン金貨で、こちらがプルーフ63で、45万6000ドル、日本円で、5000万飛んで9520円と、
ということで、発行枚数が400枚、2021年3月26日の落札価格になります。ということで、2位と1位は皆様の予想通りだったのではないかと思いますが、やはりスリーグレイセスが銀貨でこの価格というのは驚きです。そしてウナとライオンは感覚が麻痺してますが、5000万だったらお得ではないかとすら感じてしまうほどの、神々しい1枚となっています。ということで、最後に一覧にまとめるとこうなります。1位1839年ビクトリアウナとライオン金貨、2位1817年ジョージ3世スリーグレイセス銀貨、3位1831年ウィリアム4世5ポンド金貨クラウンドマント、4位1826年ジョージ4世5ポンド金貨クラウンドマント、5位ウィリアム4世ライオンとヤシの木2モハールズ金貨、6位1835年ジョージ4世ライオンとヤシの木ワンモハール金貨、7位が1847年ビクトリア五竹クラウン銀貨というランキングになりました。この順番からすると、次はクラウンドマントの図柄になるのか、それともライオンとヤシの木になるのか、またまた五竹クラウンになるのかなど想像が膨らみますね。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。また大変励みとなりますので、チャンネル登録、いいねボタンをよろしくお願いします。それでは皆様一緒に、レッツコイン。ご視聴ありがとうございました。